ブログをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。本日2012年12月16日、ギャビーオフィス第11回公演舞台、7人の部長が無事千秋楽を終えました。ということで、舞台が終わった後のちょっとゴタゴタしている中ではあるんですけれども、今からこの7人の部長に登場してくれました、キャスト7人の部長さんに突撃インタビューを敢行してみたいと思います。プラス、演出の梶川太一さんにもお話を聞いてみたいと思います。舞台はもちろん、こちら、我らが画城、幡ヶ谷スペースガンプです。それでは、早速突撃してみましょう。生徒会長兼手芸部部長の蓮見英子役の沼倉翔子です。はい、こちら千秋楽無事終了おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、今の率直なお気持ちをこちらカメラに向かってお願いします。はい、全4回公演無事終わってよかったなと思っております。はい、はい、今回の劇は一幕劇で、はい、90分間1回も袖に引っ込むこともなくノンストップで進む舞台だったので、集中力が続くかすごい心配だったんですけど、はい、なんとか驚異的な集中力を発揮することができました。おやりました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。剣道部部長椎名美奈子役竹内瑞希です。はい、千秋楽無事終了おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、今の率直な気持ちを聞く必要あるのか分かりませんが、はい、言葉でお願いします。はい、言葉で、はい、イエーイ、あ、違うか無事4回公演終わりました。はい、今回はみんな仲いい仲間同士だったんですごく楽しく、はい、でもこう競い合いながら一生懸命頑張ってできました。はい、楽しかったです。またやりたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。演劇部部長福岡由美役松野ひろ子です。イエーイ。はい、千秋楽無事終了おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今の率直なお気持ちを聞かせていただきたいです。はい、率直なお気持ちですか。はい、はい、もう無事終わりましたと。はい、はい、もう出し切りました。最後の最後で福岡由美の3年間の思いを、はい、はい、なんとか無事に終わってよかったなと思います。またこれからも頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。陸上部部長久保正美役の新谷みなみです。千秋楽無事終了&初舞台終了おめでとうございます。ありがとうございます。ではですね、今の心境を率直に語っていただきたいなと思います。今の心境ですか。はい、特にビャってなってます。ビャって、いや、初舞台だったので、はい、ね、先輩方に囲まれてこんな風に先輩方と一緒にできてすごい楽しかったです。はい、勉強することいっぱいで頭パーンってなりそうでした。はい、でも楽しくできたので本当いい先輩方に恵まれたなと思っております。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。おソフトボール部部長大野智子役の山口ひとみです。はい、千秋楽無事終了、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今の率直なお気持ちを聞かせていただけますでしょうか。はい、かしこまりました。終わったって感じです。終わったって感じで、気は優しくて力持ちな大野さんをやりましたが、はい、寂しいです、終わるのは。はい、はい、次につなげていけるように頑張りたいと思います。久しぶりの演技楽しかったです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。アニメ部部長三崎純子役の滝谷美希です。はい、本日は千秋楽無事終了おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、今の率直なお気持ちを聞かせていただけますでしょうか。いいんです、もう全部終わりました。ありがとうございました。役の中のゼリフですね。では、はい、失礼します。文芸部部長佐藤晴美役の吉岡優子です。はい、本日は千秋楽無事終了おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、その文芸部部長さんの率直なお気持ちを今お聞かせいただけますでしょうか。はい、ですね、やっぱりこう高校の生活の時間ってすごく早いものなんですけれども、はい、その中にこうギュッとすごいいろんな
ものが詰まってるというか、そういう感情を思い馳せながら、自分も自分の高校の時とかも思い出しながら、でもあの文芸部とかは全く自分には縁がない世界なんですけれども、はい、うん、楽しかったです。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、7人の部長の演出を務めました、梶川太一です。はい、この度は千秋楽無事終了おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、舞台終了しましたところで、はい、あの出演してもらった7人の女の部長さんたちですね、何かコメントをいただけますでしょうか。そうですね、ね、こういう拙い演出なんですけども、そんな演出にですね、あの文句も言わないでついてきてくれたことにありがとうと言いたいです。はい、うん、ありがとうございます。はい、それではですね、あのでは演出、あの梶川さん自身の今の率直な終わってみての気持ちを聞かせていただいてもよろしいですか。そうですね、本当にこうちょっと本番中に地震とかが発生したんですけども、はい、それにもみんながこう柔軟に対応してくれて、はい、本当にこう事故らしい事故にならず、はい、しっかり収まって無事に終わって今ほっとしております。はい、はい、お疲れ様でした。 ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、はい、というわけでですね、7人の部長さん&演出の梶川さんからそれぞれコメントをいただいたわけですけどもね、短いコメントでしたですけれども、皆様いかがでしたでしょうか。今回舞台を見に来てくださった方も、はい、見に来れなかったけれども、でもね、情報なんかを見てね、興味を持ってくださった方、皆様とてもとても感謝申し上げます。ありがとうございます。私たちギャビーオフィス、今後皆様に良質な音と映像と、そして作品をお届けできるように努力してまいりますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは皆様、またお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。